ちは、工藤さくらです。楽譜集1の改訂版が、出来上がってきました。すべての曲に指番号を加えました。っていうのは、私自身が弾くときは、そんな、楽譜を見て指番号通りに弾いたことがないので、皆さんにそんな必要だっていう実感がなかったんですけれども、こちらの楽譜集の、2を作った時に、指番号やっぱりあるとすごくいいっていう、皆さんから反応いただいたので、楽譜集1にも頑張って全部指番号を入れました。こんな感じで入ってます。で、楽譜もですね、大きく、さらに大きく見やすくなっていてですね、おなじみの方もいらっしゃるかもしれませんが、一曲、私のオリジナル曲を入れました。ある晴れた秋の日にという、これも動画でアップしている、演奏アップしていますが、これを一曲入れました。それから、この楽譜集1はですね、これからの季節、皆さんにたくさん弾いていただけるようなクリスマスの曲が入っています。リンゴロウソクのための、曲、それから、ね、クリスマスの曲ですね。清子の夜とか。で、クリスマスの曲は割と簡単なので、ぜひ、この今年のクリスマスにも皆さんに弾いていただけたらなと思います。ワンポイント。メロディーの行き先っていうことでお話ししたいなと思います。メロディーを、一つの山がありますよね。で、行き先を、知らずに出発できる楽器っていうのは、そんなにありませんね。鍵盤楽器とかそういうものぐらいで、歌もそうですけれども、弓を使う楽器とか管楽器なんかは、ちゃんとフレーズの終わりまで息が続かなければ、音が続かなければいけないので、大体皆さん先を知らずに出発はできないんですが、ライアーは幸か不幸かできてしまうんですね。でも、そうすると、聞いている方が息ができなくなってしまうんです。皆さんはできるかもしれないんですけど、音楽の呼吸っていうものがあります。で、皆さん、呼吸を感じさせる演奏とかって、よく言われるかもしれませんが、それは皆さんがこうやって弾いてるときに呼吸をする呼吸ではなくって、聞いている方が呼吸ができる演奏っていうことです。で、今日、ご紹介するこの、ビゼーのセレナーデ、皆さんには小さな好みっていう歌で、おなじみな曲、最初まずこのオクターブから始まります。で、前にですね、左手でこの場所を、左手ってそのオリエンテーションのためにも使えますよっていうお話をしたと思います。で、この場合、まさに使えますね。ここの上のシの音、左手ここだよって置いといて、実際は右手で弾くんです。メロディーラインが右手で弾いた方が綺麗に出せるので、右手で弾くんですが、場所、分かっておくと、ジャーンって弾いてから上の音探さなくて済むんですね。一つですね、これ、最初の。ここまで一つです。そして次、どこまで行くでしょうか。そうですね。まで行きますね。次のフレーズはどこまででしょうか。今と同じ長さですね。次はどこでしょうか。割とこの曲は分かりやすいと思います。ここまでですね。で、これは
メロディーの終わりであると同時に、間奏、小さな間奏の始まりです。で、これは、すいません。下のパートのつもりで書きました。下のパートなので、これは音色をとても変えてみてください。で、ライアーって、さっき呼吸を感じさせる演奏というお話をしたんですが、そのコツはですね、力を抜く部分と、それから入れる部分、または重さをかける部分と力を抜く部分っていうのが、こう波のようにしっかりとこう明確にあればあるほど、聴いている方もこう楽に呼吸ができますし、弾いている方もまた楽です。こう例えばですね、全部同じ力入れて弾くと、これですと流れがないですよね。聞いている方も結構しんどいです。まず、そのさっきのフレーズごとに最初力を入れたら、あとはずっと抜いていくんです。最初だけ力入れるんです。その後は全部力抜いていくんです。で、ここに全部込めます。次、始まりに集中して、とは余力です。ここだけ余力。で、ここもですね、いうふうになっていますので、同じように、今のように弾くと重いですね。なんかこれぐらい下の音は小さくて大丈夫です。一拍と流れが出ますよね。次、この曲も弾いてみましたので聴いてください。
今弾いたセレナーデ、小さな好み、小さな好み、こちらに入っています。そして、この楽譜集のもう一つ、クリスマスの曲ですね。久しく待ちにしという賛美歌。これすごく古い、ヨーロッパのとにかく賛美歌ですね。ちょっと余談になるんですけれども、私の弾いているこのライアーは何のライアーですかって結構質問を受けます。これは、ザーレムの、ドイツのザーレムの、よいしょ、アルトライアーです。ソロアルトライアーですね。ごめんなさい。ソロアルトライアーです。42弦です。下、ミから。それが、ラまで。で、木はですね、ニレの木です。この、とっても古いニレの木も、ザーレムのライアーを作っている職人さん、ニーダーさんって言うんですけど、ホルスト・ニーダーさん、ニーダーさんが、このニレの木、昔の古いニレの木、私のライアーで最後だったんだよって言って、くださって、で、作ってくださったんですね。これも、ライアーを買ったのはもう、約15年前ですね。私が25歳。の時なので、それぐらい前です。福岡のペロルさんという、お店で日本では使っているんですけれども、今回、私の楽譜集を、そのお店のオンラインショップ、それからお店でも、ね、取り扱っていただくことになりました。はい。お一人お一人にですね、こう、住所を書いて送るのが私弱視なので結構大変なんですね。ですので、今回から1冊、2冊、3冊、4冊までの、ご注文はペロルさんの方で、お願いするように、案内後で、下に貼っておきます。私のホームページから案内しています。ね、5冊以上とか10冊とかっていう方は、直接申し込んでいただくこともできます。1も2もどちらも、売っていますし、いろんな、これはソロアルトですが、ソプラノライアーとか、いろんなザーレムのライアーがありますので、楽譜を見た時にでも見てみてください。木と種類も少し、今、カエデ、桜、それから、ニレもあるのかな？何種類かあります。で、さっきの、久しく待ちにしですね。アウフタクト。で、二つ目の音が調節の最初に来ます。第一拍目です。こういうふうに、最初を一拍目にしてしまうと、こういう演奏になってしまいます。これですと、流れがないですね。呼吸がないですね。これ、O なんですね。で、カン、おいで来てくださいっていうカンのところ一拍目になります。ですから、次も小説の最後の拍から、これで一つ。次。っていう風に分かれて、この小さな塊が続いて大きな一つのフレーズになっています。
では最後にですね、この楽譜集の一番最後から2番目に載っている、涙のパワーヌという日本語では皆さんその題名でよく知られていると思うんですが、パワーヌラクリメという、流れよ我が涙っていうこの曲を演奏しましたので聴いてみてください。で、これはちょっと難しい曲ではあるんですが、さっきのこうフレーズごとに最初だけ力をかけて、で、あとは力を抜いていく。で、本当にこう力を抜いて指を使えるようになっていくと、こういう曲も弾けるようになります。ので、ぜひ挑戦してみてください。楽譜集1と2ともによろしくお願いします。皆さん今日も聞いてくださってどうもありがとうございました。